さあここでもう一組スペシャルゲストをお招きいたしました。野球大好き芸人ゆうじこうじのお二人です。もうガラッと雰囲気が変わりました。はい、はい、で福田さん、神宮球場のグラウンドに戦いましたどうですか。いや、本当にテレビの方もスタジアムの観客席から見たところなんで普通に見られて一野球ファンとして感動しました。ありがとうございます。志子さんは大のスワローズファンということなんですけど、ですやっぱり神宮球場の別ですよね。やっぱそうですね、やっぱりこう神宮のマウンドがですね、はい、ヒットの団体差を近くにいるから分かりづらい。チームとしか分かんない。緊張しております。あれ、この背番号を見てみると、はい、24番と31番ですか。何か意味があるんですか。やっぱあの栃木県出身のスワローズの星投手の背番号でとか作らせてもらうか。ということは益子県工業高校で、はい、どうですね。はい、僕はですね、はい、山口選手ですけど、あの同じ栃木県小田原出身の真中光さんの番号です。真中さんですか。我々小田原で出身も市長も一緒なんで、そんな伸ばせる時からこの際に乗ってますみたいな。なるほど、はい、それで31番と24番をつけてご協力していただきました。ありがとうございます。さあこの後ファーストピッチを伺っていただきますが、益子さんがピッチャーで福田さんがバッターということで、はい、意気込みを聞かせてください。そうですね、実はですね、うちの頃福田がですね、ゴリゴリのベイスターズファンなんですよ。やめろ言うじゃん、仕事でしてんだから今日は。いや俺の鋭いストレートで一球でねじ伏せます。おーねじ伏せ、はい、はい、はい、追いつけます。福田さんはどうですか。頑張って、でもファーストはね、あれなんだよ。頑張り応用してます。大丈夫です。それでは3枚お願いします。皆さんどうぞ拍手でお願いします。さあ、ベイスターズファンが向けてさ、バッターボックスに入りました。大ファンの益子さん、マウンドに上がりました。それでは準備ができましたら、ファーストピッチングお願いします。あれ、あれ、おいですか、これ、まあ、それ栃木ベイスターズの官僚じゃねえか、お前。すいません、間違っちゃって、ごめんね、ごめんね。Ｕ字工事のお二人に皆さん盛大な拍手を送ってください。ありがとうございました。